クランド他県報道のローカル路線バス乗り継ぎの旅 Z で出演の小野真由美が受難。クランのドタキャンでとばっちり、小野真由美が受けた受難が明らかに。ローカル路線バス乗り継ぎの旅 Z、テレビ東京系、第5弾、四国ぐるり一周城巡り、が3月31日に放送された。放送前に、週刊新潮、がクランのドタキャンを報じたことで注目を集めたが、視聴率は 7.5% と前回の 9.5% から大幅に下げる結果に終わった。めちゃかけるにイケてる。フジテレビ系の最終回をはじめ裏番組が強力だったことを差し引いても残念な数字だろう。急遽、出演した小野真由美にとっては気の毒な数字だが、受難はこれだけではなく、踏んだり蹴ったりだったことが、放送内容からも明らかになっている。バス旅初日、小野は常にハンカチを手にしていました。涙を拭く場面もありました。彼女は極度の花粉症なのでしょう。ロケが事前に分かっていれば薬を飲むなどの対処ができたはず。ですが、急に決まったのでケアできなかったようです。鼻をグスグスさせ、涙ぐむ彼女がかわいそうでした。テレビ誌ライター。事前にオファーされていれば、出演を先送りにして時期をずらすなどの対策もできたはず。だが、クランのドタキャンのためそれも叶わなかったのである。さらにクランのために用意されたルートも斧を苦しめた。バス旅は、マドンナが若い時は歩きが多く、年配の場合は少ない、という暗黙の了解があります。クランは28歳ですから、歩きが多いルートが用意されたのでしょう。2日目はバスが全く繋がらず、20キロ近く歩くことになりました。37歳の小野にはきついルートと言えるでしょう。もし最初から小野がマドンナであれば、もう少し歩きの少ないルートが用意されたのではないでしょうか。前室、テレビ誌ライター。次々と困難が襲いかかるところがバス旅の特徴であり魅力ではあるが、斧に降りかかった難事は、クランのドタキャンがなければ経験しないで済んだものばかり。唯一の救いはこの回のバス旅が成功したことだろう。